今回紹介するのは、憲法の無意識という本です。なぜ戦後70年を経ても、なお会見は実現しないのか。なぜ9条は実行されていないのに残されているのか。会見、語憲の議論が見逃しているものは、何か糸口は無意識である。日本人の歴史的、集団的無意識に分け入り、戦争の末の平和ではない。 世界平和への道筋を示すデモで社会を変え国際社会に救助を贈与しよう憲法の無意識が政治の危機に立ち現れる2006年から2015年の間に実施された憲法を中心とした講演を4本収録しています最初の2本の憲法に関するものは実に斬新でしたまず1では 著者は憲法9条が改正されない要因として後期フロイトを援用しての日本人の脅迫神経症の一種としての無意識の罪悪感を挙げていますそして続く2ではそれが定着したのは徳川の平和を破ってきたことへの悔恨がベースにあるためとされます憲法9条の強靭さが納得できました次の3は、 カントの永遠平和のためには世界市民的見地における普遍心の理念とセットで読まれる必要があることが説かれます著者の前著である世界共和国へ岩波新書でおなじみの憲法9条の実行は真の国連改革への贈与となることがここでも表明されていますこの講演は2006年と 本だけ古いのですが、世界共和国への出版と同年となります。最後の4では新自由主義が取り上げられます。ヘゲモニー国家の120年秋期説が提示されています。そこから、現在の世界状況を歴史的に類比するに際しては、ファシズム期ではなく、その前の帝国主義時代を見る必要があることが説かれます。そして。 この本の裏表紙の帯にも引用されている後書きです。やはり、白尾はこの引用部分となります。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。